進路指導で下を向いて偏差値表だけを眺めてる先生、あなたは目の前の生徒を感じていますか？偏差値じゃなくて人間を見てよ。人間が見えていますか？人はそれぞれ100人100色、飛ぶのが得意な人も泳ぐのが好きな子も走るのが生きがいの子もいる。転びながら着実に前に進むやつもいる。地面を掘り進んで人類未踏の泉に行くやつだっているかもしれない。いや、きっといるだろう。私の中にもモグラ野郎がいる。先生、あなたはそれなのに全員を同じ競技で測るのか？個性が大切なんてお題目ばかり。結局ペーパーテストの数字、偏差値数値振りまく予備校。偏差値はこの世の害悪。予備校の先生だって生活があるだろう。家族がいるだろう。予備校の先生に救われた人も私は知っています。でもなぜ予備校は偏差値で商売をする？それは害悪でしかないだろう。ある時訪れた高校の職員室の横に、大学の学部学科別に偏差値の数字を書いた表がありました。この世で最も醜い表、それが高校に貼られている。母校の数字を見た人は一体何を思うのか。その最悪に醜い表の片隅に予備校の名前がありました。偏差値、それは害悪でしかないだろう。偏差値、それは害悪でしかないだろう。いつまでこのおままごとをしますか？小さく前へ習え、直れ。世界は広いというのに、いつまで見ないふりをしますか？先生、偏差値じゃなくて人間を見てください。人はそれぞれ100人100色。それが正しい道だから、それが楽しい空だから。消えちまえ、偏差値。さようなら。そして本来の学びを取り戻そう。